はい、みなさんこんにちは。今回はですね、こちら俺がずーっと新規を待ってるのに、お松が一生新規を出してくれない。もうずーっと俺待ってるんだよ、新規を。復活の F の新規をずっと待ってるのに、お松がね、ちょっと意地悪して出してくんないんでね。まあ今回こちら使って、そろそろね、もうそろそろ新規を出してほしいということをね、ちょっとお松にね、念押ししていきたいと思います。まあ亀次元パーティーでスーパーセニツー孫悟飯ですね。まあこいつがもう今もうきつすぎる。もう推しだからって言ってね、推しだから強いって言えるレベルではないんだよ。もうこの見ろ、このシンプルすぎる。シンプルすぎるだろこれ。小学生にも覚えやすいバリアフリーパッシブなんだけど、まあ変身するとディフェンス上がるんだけど、でもきついんだよねっていうね。で3突でもうリンクマックス、もう惜しいよ。かっこよすぎだろこれ。かっこよすぎないこれ、このオーラ。いや、やばいね、本当にもう最高。マジで一番好きだからな、この復活の F のね、映画が。まあのスーパーの映画の中ではね、まあスーパー、実質スーパーではないけど、神と神からやった映画の中では一番好きなんでね、今回こちら、まあそろそろ使ってね、新規カードが来ることを祈っていきたいと思います。あ、登場前室飛ばしちゃったかな。おー、いいね、過去の俺ナイス。はー、いやー、かっこいい。もうここよ、ここ、この割れる音。まあでも実際そろそろ来ると思うんだよね、新規だってね。復活の F なんて全然演出残ってるし、通常状態からもうブルーになることもできるし、フリーザもさ、あの通常状態からアクティブで変身もできるし、結構いろいろやりたい放題だから、まあ大型できればね、ゴールデンウィーク、いやでもゴールデンウィークってあんま強くないんだな。ゴールデンウィークあんま強くねえからな、実際抑えられちゃうからな。まあできればね、あのフリーザ編、 Z のフリーザ編やった後に後半でこの復活の F の悟空とフリーザ、そういうなんか流れでやってほしいから、まあ夏フェス期待してんだよね。来年の夏フェスマジで期待してる。いやでも来年まで待てねえよ俺、推しがよ。いやマジなんかね、一目惚れしたんだよね実際この映画。まあ評判悪いんだけど、いや俺は一目惚れした、本当に。もうなんだろう、心の底から好きだと思えた。ね、まあ実際今もう一回見返してみると、まあちょっと戦闘描写ちょっとね、ゆっくりというか、まああんまり、まあスピード感ないなってところはあるけど、いやでもいいよね、この衣装、まず衣装がいい。うん、衣装が完璧で、あとあのね、このブルーのオーラ感、ブルーのオーラのあの音がめっちゃいいし、もう全てが俺の性癖に刺さった、そんな推しキャラです。もうパンちゃんみたいなね、パンちゃんみたいな存在で、760万とで、ブルーコンビが320万。まあでもこっから上がるんでね、こっから無限上昇プラス攻撃のパッシブで、何パーだか上がるんで、まあまあとりあえずね、ディフェンスはそこそこはできる。 OK、 3発撃ったから21万。悲しい、推しキャラが。いや1年なんか数ヶ月前までは頑張れば使えたんだよ。もうね、無理すれば使えた。今はもう無理しても無理。無理しても無理なんだよ。逆立ちしようが、もうね、無理。擁護ができないぐらい無理。だからちょっと新規欲しいよね。新規出て、もう極限。もうそろそろもう極限の範囲内だと思うんだよね、実際。実際もう極限しても全然おかしくない性能はしてるんで。まあ周年、今年の周年はね、さすがにゴールデンフリーザと孫悟空が来ないと思うんで、さすがにそうね、来ないと思うんだけど、ワンチャンでもあんじゃねえかなって、あの、ブルーとして、10周年にブルーメインとして来る、神の携帯メインのキャンペーンがワンチャン、もしかしたらね、本当にもう 0.1% の確率であるかもしれないんで、ないけど。そしたら極限ワンチャンありそうだけど、まあ多分極限来年の、まあ多分ゴールデンフリーザね、絶対もう一回ぐらいやると思うんだよ。やれると思うんだよ。だって悟空のカウンターもあるし、あとまあ変身もあるし、あとあのカメハメハね、フリーザに最後に打ったカメハメハもさ、打てるし、なんなら復活もできるもんね、悟空。あのね、ウィスさんが出てきて、
時間戻しますっていう、もうクソチート技使って復活もできるし、いろいろやりたい放題できるから、マジで最適だと思うんだよね、ドッカンバトル。今のね、演出を使い果たしてる今の状況に対しては、救世主だと思うんだけど。で、1300万。いやーマジ早く来てほしいな。新規が見たいよ、俺は。で、いいね、身勝手くん今日調子がいいと。で、860万。おっと、これ食らったらそれはそれでおもろいけど、ね、さすがにね。こいつはもう芸人じゃないかな。こっち芸人だから。こっちは芸人。わざってくんはもう芸歴40年くらいのデーベテラン。もう、食らってほしくない時に毎回食らってくれるからね。で、640万と。こいつもな、最初は本当にもう救世主。身勝手の、本物の身勝手が来たと思ったら、こいつもね、こいつも力と同類だったから。で、あーここベジータになれるけど、まあさすがにまだいいっしょ。まあとりあえずベジー用の無限、まあ被弾パッシブ稼いでいきましょう。で、ここは問題ないっしょ。問題なしシングからの1500万のフェイナルフラッシュ。オッケー。で、スーペーサイヤ人孫悟飯が登場しての、まあここ復活できるから、まあ身勝手くん兆しにいいとこ見せて、でジレンくんはとりあえずそっぽ向いてもらって、あとは任せる。俺が出るような強者はもはやいない。はい。めんどくせえ、めんどくせえ売れてる芸人みたいなこと言いやがってよお前。まああのなんかこのあれ、このご飯ってなんかあるよね。なんだっけ。なんだっけ、なんかゲージ貯めるとなんかあんだっけ。こいつ全然覚えてないんだけど、久々にやったかんな。まあでも、なんだっけ、あ、そうだ、悟空が出てくんだ。悟空が出てきて、1ターン伸びちゃうよっていうギミックか。いやでも無理か、さすがにちょっと。うわ、強すぎ。いやでもさすがに無理か。まあいいや、悟空出てきてもいいでしょう。お、今日すごくね。すごい。で、カメハメハブッパ C の、もう一発。あー、そうじゃない、もう一発。うわ、クソ。クソ野郎。で、お父さん出てこない。そっか。いや、ごめん、嘘だ、ごめん、即身勝手。合ってる。俺がバカだった。そっか、ゲージ貯めると出てくるんか。貯めないと出てくるんじゃねえんだ。まあ、とりあえずここはじゃあ、兆しくんに叫んでもらって、うわー。あ、これあれじゃない、悟空出さずに勝てんじゃないこれ。で、いいね、神々しいと。まあここ倒しちゃおうかな、もう。倒したいからキラベジの自爆して、でさあ、深いしきれんほどの技を。さあ、ご飯さん、ちっちゃいご飯さんにぶち込みの、ベジータさーん。で、ここどうしようかな。服部くん出す？まあ出すか。先生ちょうどねえしな。先生ちょうどないし、服部くん出しますか。カカロット。いや、このあたふたしてるブルー悟空、本当に可愛いわ。パンちゃんのおじいちゃん、さすがパンちゃんのおじいちゃんだよ。で、この横目悟空かわいいからの、もうかっこいい。俺様はあいつみたいに甘くはないぞ。すごい口動いてるけど、かっこいいんで OK。 おー、今日すごい、おすごいすごい、めっちゃ有能じゃん。虹木玉すやば。このね、このブルー君、このベジータ君は虹木玉作るのうまいんだよ。どっかのね、どっかのウーブカス君とは違って、まあ、ウーブカス君はあれチキ玉だけど、あいつは本当にもうね、無能すぎるんで、ちょっとね、師匠の顔が見てみたい。790万で確定改心らしいの。貴様はもう終わりだ。
いやここかっこいいよね、このでいいね、これが気持ちいい、本当にもうこれよ、これが気持ちいいからこそ使ってる、この確定回心の 2連発で、ディフェンスもカチカチと、で3400万、お前よ今日の主役お前じゃないんだ、おいやめろそんなことすんな、回心出すなよ、あもう回心だ、お前さあ、F ベジータがF ベジータがちょっとゴミみたく見えちゃうじゃん、F ベジータがゴミみたく見えちゃうってお前やいいとこ全部キラビジに取られた、いいとこ全部キラビジに取られちゃったよ、確定回心の2連発3000万らしいので、しかも必殺を避ける、あれあーそれね、よく焦ったこれ、また悟空出てくるんかと思った、じゃあここ兆しくん避けてもらえますか、一応兆しくんは今 84% 回避の、まあ多分食らったら死ぬ、うん、会心出すからねこいつ、確か正直会心のギミックよく分かってないけど多分死ぬと思う、でも兆しくんは避け、あれ回避無効だっけ、いや違うそんなわけない、そうフィールドで無効にしてるんだもんな、お前違うよな、お前何やってんだお前、頼むぞマジで頼むぞ、ええ何やってんのマジで、えあれ回避無効だっけ、うわこいつ、あうエンターテイ、あそっかエンターテイナーやなおめえ、やばい、今日のみんな、今日はみんながエンターテイナー、いやすげえそっかお前が復活できるんかよかった、あれ回避無効っていうかあれだっけ、必中みたいなんだっけ、いやでもフィールド発動してるよね、でもさ 84% 回避をさ2発外すことなんてある？ないよね、さすがに、さすがに兆しでもないと思うんだよね、七不思議やな、まあとりあえずここキラベジにやらせて、ベジを、あー虹キラマ全然取れんな、虹キラマ2個か、まあじゃあジジレンさん脱いでもらえますか、そうだ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 、おおまじめなシーンなんだけどね、なんか面白く見えちゃうのがジレンの魅力ですねといった感じで、あ後ろか、だあ大丈夫かなこれジレンさん大丈夫かな、なんか脳死で脳死でジレンさん後ろにしちゃったけど大丈夫かな、あー大丈夫だ、キラベジが全てを解決してくれるわ、で腹パンしてボコボコしてボコボコしてマジ蹴り、さあ今日の主役が660万うん、まあ、しゃあない。2個しか取れてないから、3個取るとステータス下がるからな、確か。3個要求が結構きついんよな、実際でも。まあ、極限したらね、虹木玉1個で、もうアタック300パーアップとかね、もうしてくれても構わないよ。あ、でも、ディフェンスは優秀なんだよね、全然。最新のご飯ですら、まあまあ抑えられる。で、ジレンさんのオーバーヒーツマグネトロンぶち込んで、倒せますかね。気絶はい、有能ハゲでも気絶したんで、兆しくんのいいとこは見せられないね、じゃあまあ身勝手パンチして殺せるかな、殺してもらうか、オラは別に正義のヒーローでもなんでもねえ、なんでもねえ、剣道な仲間を傷つけるやつは許さねえぞ、許さないんですかね、許さないと、お息子殴ってるぞお前まあじゃあ最後美味しいところはね、相棒に任せましょう、で気絶してるんで、もう安心と信頼を持ちながらね終わりにできますと、えあれあれ気絶あれ OK ですあれ気絶1ターンだっけ、分かんねえ、もう分かんねえ分かんねえし殺せねえ全然倒せなかった、
惜しかった割と惜しかった、あの2400万。まあ美味しいとこはね、今日の主役マジで力身勝手くんの尻拭いをしてくれた即身勝手くんに、まあ今回のねいいところは譲りましょうといった感じで、まあでも普通にベジータにするとディフェンスはまあそこそこできるよ、うん。得意属性だったら全然最新ステージのねご飯さんも、まあ会心の必殺はさすがにきついけど通常攻撃だったら問題ないんでね、まあ皆さんも使いましょう。でお待つ頼むぞマジで、本当にもう愛してんだから俺、もうステッカーまでつけてね待ってるよ、俺スタンバってるよ、ずーっとスタンバってる、ずーっとスタンバってるからな俺ね。もうこれなんかステッカーがね優遇されてんだよね、この木がすげーうらうらしてるんで、いやもうちょっとお待つ頼むぞ、もうこけんなよマジで。まあ次の復活の F コンビはね、もう最強のもうディフェンス1000万の 90% 軽減待ってるぜ。はい、といった感じで終わりにしたいと思います。ではまた。